はいどうもサオでございます。本日はですね、アリスアナザーとアリスの比較でございます。でまあ使ってみなくても多分わかるので、あれですね、ジョブのスキルで比較していこうと思います。でまずはね、アリスブレイカーの方のジョブスキルを見ていきましょう。で、刀剣 10% アップが、ジョブスキルだけで、まあ、エリアのみっていうのもあるんですけど、まあ、合算して、してしまいます。1、2、3、4、5、6。60% アップですね。アリスブレイカーの刀剣アップは 60% アップにプラスして、まあ、共通のスキルですね。共通のスキルの方は全キャラにかかるので、まあ、比較にはならないですね。まあ、全員一緒なので、というわけで、刀剣 60% アップがアリスブレイカーですね。じゃあ、アリスアナザーの方見ていきましょう。まだ交換しないんですけど、こっから見れるんで。はい。アリスアナザーがね、刀剣 10% アップ、刀剣 5%アップって感じですね。1、2の3の4の5の60。というわけでね、こいつは刀剣 60% アップになってます。というわけでなんですが、あれこれ変わんなくねっていうね、アリスブレイカーと普通のアリスブレイカーとアリスアナザーのね、まあ幻突してるんですけど、一応こいつは幻突ね、アルカナ取って 60% アルカナ取らないで 60%なんで、アナザーの方は、1、2、3、4、5、6よね。なので、まあ、これは大差がないんじゃないかということで、じゃあ、ジョブスキルと共有スキルのね、違いが分かってない人がまだいると思うので、まあ、そこ振り返ってみて比較してみましょう。このアリスエリアで刀剣 10% アップっていうのは、アリスエリア限定の話ですね。まあ、例えば今回のね、まあ、今回のでもないですけど、記憶のかけらなどで、イベント特攻になれるみたいなスキルになってます。で、この下の刀剣 10% アップっていうのは、普通にどこでも 10% アップされるって感じですね。で、このジョブスキルっていうのは、このブレイカー、アリスのブレイカーのみに、適用されるものなので、まあ、いろんなブレイカー育てたところで、ガンガン追加されてるわけではないです。逆にこの共通っていうね、ジョブスキルは全てにかかってます。全て全キャラにかかってます。まあ、なので、これはステータス補正のスキルっていうだけの話ですね。まあ、ってなってくると、このジョブスキルはね、アリスのブレイカーのみにかかるので、アリスアナザーっていうね、これジョブなんですよね、多分。まあ、こっから推測なんですけど、これアリスブレイカー、アリスアナザースラブレイカーって書いてあったら、多分こいつブレイカーで、多分普通のアリスの方にもこの刀剣 5% アップとかかかるかもしれないんですけど、一応これ表記上ブレイカーって職じゃないですからね。この単体のアナザーっていうジョブになってるんだと思うので、どちらを育てても別により強くなるというわけではないです、多分。なので、これは何が違うのかっていうと、結局、ちょっと待ってくださいね。スキン。で、キービジュアルって言ってるもんね。この、キービジュアルって書いてあるんだよ。これ。ほら。一定数集めることで、キービジュアルジョブ、アリスアナザーと交換できます。変わらん、これ。絵が変わります。ということです。はい。これはね、ちょっとね、ブレイカーだった場合は、アリスのね、アナザーめっちゃ強くなるんですけど、まあ、現状ブレイカーじゃないと思うので、まあ、僕の見解では、どっちも変わらないけれど、スキンを変えるものっていう評価になってます。はい。なので、まあ、交換はね、まあ、後からでもいいんじゃないかなって思ってます。はい。でね、前回ね、1600個もらえるって言ったんですけど、まあなんか計算違いで1800個もらえるので、これ全部回収できるんで、まあ一応全部回収しちゃってください。それではね、ご視聴ありがとうございました。